際基本計画に基づき、仮試算した拡散予測指定を関係自治体に知らせることになっているにもかかわらず公表しなかった。これは災害対策基本法第3条に規定された国の責務に反するとしてある。政府によるこの不作は犯罪である。放射性物質の広がりで住民は長期の停車、生鮮料被曝、汚染食品による内部被曝の不安にさらされているが、国の施策は福島県民はじめ国民に長期生鮮料被曝を強制するものばかりで、国民の生命を守る立場に程遠い。どうだ、福島原発事故により強制的に被爆させられた私たちは、生活と健康の不安に怯えながらこのまま泣き寝入りするわけにはいかない。以下要求する。1、福島第一原発からの放射性物質の放出を即時停止する措置を講ずること。2、福島第一原発事故の監督責任を認め、全被害者への謝罪と補償を法的に措置すること。3、福島第一原発事故の全被害者の生活支援、健康確保、人権擁護のために原発事故被爆者援護法を制定すること。4、国民の生存権を保障するため、国内の全原子力発電所の排除措置を講ずること。2012年3月11日、脱原発福島に迫る。よろしくお願いします。全部で7つの要請書を今読み上げて提出しました。まず我々のアクション実行委員会、それから今の2つの福島の廃炉アクション福島原発40年実行委員会と脱原発福島ネットワーク、それから浜岡泊、そして伊方玄海、その4つの、原発立地現地からも要請書を出しました。全部で7つです。間違いなく明日野田総理大臣に提出していただくようによろしくお願いします。どうぞよろしく。今渡せ。会計課の武藤と申します。ありがとうございました。出てきて、ここで国民に投げさせる。今渡せ。はい、じゃあよろしくお願いします。じゃあ、集会お集めの皆さん、今最後にですね、福島の廃炉アクションと脱原発福島ネットワークって皆さんがですね要求したように、再稼働しない、そして直ちに廃炉ということを結論と言われましたが、そのことをですね私たちの総意としてですね渡すことができました。でだけども、この戦いはですね、これで即彼らがですね再稼働を阻止することは、なかなかできないというような状況があるのは事実ですので、この要請書なり今日の国会法位の戦いを踏まえてですね、全国各地で、そして地域へ戻って、職場へ戻って、絶対にこの再稼働させない、廃炉まで戦うということをですね、ここの、参加者の総意として、そしてこのことを伝えて、実現するまでに、一層この今日の参加者と活動を進めると、そのことをですねみんなで確認をして、この集会を終えたいと思います。よし、じゃあ、最後の手前で、一言だけお集まりの皆さんに伝えておきたいことがあります。大井原発の3、4号機が何としても3月いっぱいに目処をつけて再稼働させたいということで、首相をはじめ各大臣、日本経団連、電力会社、本当に
まあ、原子力村の権力を握った人たちがですね、本当に総ぐるみで今、福井県を攻略して、とにかく一気でも動かして原発ゼロにしたくないということで、最後の追い込みに入っています。で、今その 最先端の舞台は、原子力安全委員会というところになっています。で、今まで4回会議をやってきました。私たちは傍聴してきました。しかし、私たちがまあ、やじるわけですね。だってやじらない限り、とても耐えられないようなやり取りをやるんです。ですから、時々やじります。でも、それに対して、まあ、注意してたんですが、マダラメ委員長が。なぜか突然ですね、次回、今度13日の火曜日の2時から4時まで行われる5回目の会議は、傍聴者を別室に締め出して行うということを決めました。これは皆さんご存知の通り、原子力安全保安院が同じくストレステストの大井原発の審査所の会議を1月18日に締め出して、私たちがまあ中に入ってかなり抗議しましたけれども、そのやり方を安全委員会も真似て、おそらくこの13日の2時から4時の会で打ち止めにしようとしていると思います。で、これが終わってしまえば、この結果をもって政府は安全だということにして、それを福井県に説得材料にするというふうに進もうとしていますから、あさって火曜日の2時から4時に、どこで行われるかというと、ここを降りて行くとですね、降りて大きな交差点を渡ったところのビル、中央合同庁舎のビルでやりますので、もし昼間動ける方は、1時から整理券を配って誰でも入れるんです。ただ残念ながら別室傍聴ですから、私たちは中に入れろということで抗議しますけれども、できる限り抗議しながら傍聴して、プレッシャーをかけるということをやりたいので、13日の火曜日午後1時に、ここ降りたところの中央合同庁舎に集まれる方は、ぜひ一人でも多くの方が本当に埋め尽くすような形で、この安全委員会でいい加減なことをやるだと。渡辺さん自身が一時評価だけでは安全性は保てないと言ってるし、本人がもう疲れたって言ってるんですよ。そんな人に代表審査を悪いことやってやめてもらいたくないですよね。責任を持ってもう一回保安院に差し戻すっていうことをやって、そういう責任の取り方をしてほしいっていうことで、ここでどれぐらい私たち市民が頑張れるかが大きな影響を及びしますので、可能な方はぜひ13日火曜日1時に中央合同庁舎の前で整理券をもらって入ってください。一緒に私たちも行きます。どうかそのことを最後に呼びかけたいと思います。で、最後に東電前アクションの方に、今日昼間11時から昼過ぎまで東電の前でアクションされました。一言だけ発言いただいて、その後コールをして終わりにします。もうちょっとだけお待ちください。あ、杉原と言いました。どうも。どうもお疲れ様です。東電前アクションの栗原と言います。です、今ご紹介いただきましたが、今日の昼11時から、東電の前でアクションを行い、130人強ぐらいの人数で、東電に向かって、ありったけの仕事をしました。まあ、なぜ福島事故が起きてしまったのか、本当に大雑把に言ってしまえば、ね、明治以降の日本近代化があって、足尾銅山鉱毒事件があって、谷中村の事件があって、そして戦後の水俣事件、そういう抗議事件が繰り返されてきたわけですが、その責任を、市民民主自身が、追及しきれなかった、その延長線上に今回のこの福島の大事故大事件があったのだと思っています。そういう思いから今日311から1年の日にこの東電前で絶対にあれだけの声を出さなければならない、そういう思いで行動しました。で、施行したと思っています。そして3月26日、笠崎刈羽原発、福島の大事件を起こした東電がいまだに原発を動かしている、そんな状況を許すことは全くできるわけではありません。2007年の中越沖地震では、3基の原子炉が地震以降ずっと動かないままでいるわけです。そして昨年の11月には、新たに燃料棒を搬入して着々と再稼働の準備を進めています。全く許すことはできません。新潟の人々は、燃料棒が搬入される前に柏崎刈羽原発を取り囲んで抗議のスプリー飛行を上げています。あるいは、2000年にはフルサマル計画を住民投票で断念させています。
原発を止めるという意思表示を新潟の人々は十分行ってきました。そして本当に柏崎刈羽を止めるのは東電の電気を使ってきた私たち東京首都圏の人間の役割ではないでしょうか。2003年、東電の原発は全てすでに止まっています。その時は、大規模な事故隠しがあって、それがバレて全原発を止めるということになりました。そして夏も原発ゼロで東電管内を乗り切っているわけです。原発はなくても電気は足りる、こんなことはもうとっくに証明されています。そして思い起こさなければならないのは、あの時あのまま原発を動かさないでいれば、あの福島事故を起こさないで済んだ。そういう残機の思いで私たちは3月26日を迎えなければならないと思います。そして絶対に原発を二度と動かさせない、そういう意思表示を3月26日、19時から東電本店前で行います。この行動は、東電マークション、そして今日の国家包囲行動を呼びかけた、福島原発事故緊急会議の皆さん、などと一緒に共同行動として行っていきたいと思います。ぜひ3月26日東電前にご参加ください。そうすれば4月にあと1基止まり原発あと1基になります。あと1基止まれば、本当に原発ゼロという状態が実現するわけです。4月に入ればもう本当に北海道電力をもう集中攻撃するような、そういう行動を嵐のような行動を起こして原発ゼロを絶対に実現させようではありませんか。共に頑張りましょう。そうしましたら、この目の前の原発開花炉に血眼になっている野田市長、野田政権に対してありったけの声で原発を止めると全体で声を上げていこうではありませんか。よろしいですか。もう原発はいらない、もう原発はいらない、はいろ
からこれで、今日の、デモ、ヒューマンチェーン、そして首相官邸アクション終わりにしたいと思います。本当に皆さんありがとうございました。今日1万人以上ということでちょっと数え切れないということで、1万人以上の参加で、人間の鎖アクション、大成功だったと思います。警察の全く法的根拠のない妨害を、まあ、それをはねのける形で私たちの国が国会と関連を包囲したと思います。どうもありがとうございました。明日から頑張っていきましょう。再稼働絶対に止めていきましょう。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。まずは野田総理、ここに出てきたこの人間、お前らがな、黙ってる間に世界にはもっと、次回は1万人、2万人、10万人来るぞ。お前らが原発事件で、なるぞなんだろう、当然だ。もっと来るぞ、こっちへ。警察の手がかからないようになるぞ。お疲れ様でした。ゆっくりどうぞ。はい、ゆっくり足元に気をつけて進みましょう。おー、うっさみなんだよ。いい加減にしろ。ありがとうございました。皆さん、お疲れ様でした。皆さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。オープンマイクです。ご対決しますか。歩いてる方いますんで立ち止まらないでください。原発絶対反対。はい、一言言いたい人はどうぞ。一言言いたいですか。どうぞお願いします。野田総理、国民の命を守る姿勢を見せろ。発展秘密を守れ。お願いします。頭下げるから秘密を守れ。福島の子供を避難させろ。命を守るが総理の仕事だ。どうぞ。野田さん、余裕こいたドヤ顔してないで、ちゃんと国民の声聞けよ。あんたらってな、お世話の前じゃ死ぬかもしんないんだぜ。さっさと入らしろ。ありがとうございました。どうぞ。ちょっと宇都宮官邸にいたいんですけど、去年明治公園の方でデモがあった時に、私もちょっと一つだけ推理させていただいたんですけど、その前に推理された NPO の方がオーストラリアの方でウラン採掘が行われているんですけれども、それは現地の周辺に住んでいる住民の方たちを分からないか、それとか周辺に住まれている人間の人たちが申し訳ないと言ってるんです。オーストラリアの人たちが申し訳ないって言えるんです。もうここにこんな福島の事故を起こして世界中にももう放射能が広がっています。もうここにみんなして何だけでどうにか止めていきましょう。もうもちろん正面って皆さん聞こえてると思うんですけども、本当にここ一番頑張って、もうちょっと頑張って、どうか原発止まるように頑張っていきましょう。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。
今すぐ入ろう。皆さんお疲れ様でした。おそらく政府の人も官僚も企業の人もみんな望んでないこと、それは経済に原発事故が伴うことだと思います。誰も望んでない。じゃあ政府は企業官僚雇用なしが全くいらない。何年ぶり？